ねえねえ、昨日転校してきたミキちゃんっていう子知ってる？知ってるけどどうしたの？あの子本当に可愛いのよ。私ももっと鼻も高くなりたいし、目だって大きくなりたい。口ももうちょっとぽよんとした可愛い口になりたいの。そう？キュアホイップ今のままでも十分可愛いわよ。何の問題もないわよ。いやいや、今のこの顔好きじゃないの。なんとかもっと可愛くなりたい。ねえねえキュアチョコラ、この魔法のお花知ってる？この魔法のお花があれば何でも夢が叶うんだって。だから私この魔法のお花で可愛くなれるように変身したいのよ。そんなこと信じてるの？本当に可愛くなるの？そんな花で。そうよ、匂いを嗅ぐだけなんだって。だからちょっと私やってみる。ねえねえ、どう？私変身できてるかな？うわー、可愛くなってるどころじゃないよ。キュアホイップ男の子になっちゃったじゃない。どうしたの？鏡で見た方がいいよ。可愛くなってなってないよ。ヒゲは生えてるし、眉毛も真っ黒に濃くなってる。毛虫みたいな眉毛が生えてる。鏡で見てみた方がいいよ。本当なのそれ？ああショックだわ。魔法のお花、何でも夢を叶えてくれるってそう言ってたのに。何よ何よ。キャー、何よこの顔、可愛くなるどころかヒゲまで生えちゃってるじゃない。どうやったら取れるのかしら。魔法なんか信じるからよ。ありのままのキュアホイップがいいわよ。私はありのままのキュアホイップが好きよ。でもとにかくこのヒゲと眉毛をなんとかしないといけないわ。もう一回この魔法の花の匂いを嗅いでみるわ。このまま逆さまにいるのはしんどいわね。なんとかしてお願い。じゃあもう一回お花の匂いを嗅いでみましょう。はい、持ってきたわよ。なんとか戻ったわ。もう一回嗅いでみたらどう？私はこのままで十分だわ。そうよ、キュアホイップはそのままで可愛いわよ。皆さん、プリキュア動画いつも見てくださってありがとうございます。これからも応援よろしくね。